皆様こんにちはピクテマーケットラウンジへようこそ本日はワールドゴールドカウンセルの顧問森田様をお招きしましてさらに金についていくつか質問をさせていただければというふうに思います森田様どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いまますまあ前回2回にわたりまして金価格の動き並びに需要構造についてお話をいただいたんですが、はいはい、振り返ってみれば 今までいろいろお客様と接してくる中で、はい、日本でまず金価格がよく分かりにくいと、はい、海外では下がっているのに日本では上がっているとかですね、はいはい、この金の実際の取引このまず1トロイオンスという言葉が出てきますが、はい、そこからちょっと日本円のグラムあたりの金価格、はい、この解説をしていただけますすそうですねあの実は金価格を語るときにですね国によって実は単位が違うんですね。ただ国際の取引 についてはです、ね、1トロイオンスこれ三十数グラムということなんですが1トロイオンスがえこういう取引単位になっております。で、えー、さらにですね大きな取引になるとトンっていう <laughs> 金のトンっていうのは想像つきにくいと思いますがトンという単位で取引されることもあのまあまああります。で日本についてはやはりあの、えー、グラムっていうのがあのよく使われますので、えー、グラム単位になっております。 えー、例えば中近との一部の国がまた別の単位を使ったり、えー、それぞれの国で一番あの消費者がなじみやすい形を形でですね単位でですね取引されております。ありがとうございます、はいえー、ということはこう為替が円安になると、はいえー、いわゆる数字が135円から140円の方に向かって、はい、数字が増えていくっていうのが、はいえー、ドル高円安ということになってまいりますけどそうなりますと円で見た金価格は ドルのこう世界国際的に取引されている価格が変わらなくても値段が上がっているように見えると為替の変動で上がることはある、はい、ということですね、はい、でもそれというのは実際には通貨価値が下落しているのでとそうですね、現地国の通貨の価値が落ちている状況ですねそういった意味では通貨価値の下落のために実は金が有効なんだ、はい、というのもそこからも見えるということですね。これ多くの,あの消費者が、はいはい あの前回申しし上げましたように実感をした,という実感したということを強調したいんですがもうもう本当に身に持ってこれを感じたというようなあの話をよく聞いておりますのでそう,あのそういう廃棄もあって需要が上がっているとということですねあと前回、中央銀行が昨年1年間で1000トン以上金を買うと1000トンというととてつもない量を想像するんですけれども。 どれぐらいの量なんですかね実は積み上げると大したことはないんですよ。はいすね、えというのはですね世界で今存在している金の量っていうのは25 6万トンなんですね、はい、これ、えー、積み上げるとです、ね、立方体で申し上げると2 2 m × 2 2ルの立方体になるんですね。うん、でオリンピックのプールで申し上げると大体、まあ、3個分ぐらい。 そのぐらいしかないいですねいわゆる人類の歴史の中で掘り出した金全部足してもそのぐらいしかないということですねそのうちの1,000トンですので実は大した量えもともとたいあの体積にするとそんな大きくない上にまたそのうちのーセン1%もないぐらいですので、えー、非常に体積にすると小さいと、まあ、それだけ金の基礎価値が高いということを、うん ね、ありがとうございます、はい、まあその、えーまあ、大したことはないというお話はございましたけれど、はい、ただ、この1000トンも今回、えー、昨年ですけれども買ってきた中央銀行ですがその今まで人類が採掘してきたといわれる、はい、その金全体に対してどれぐらい今中央銀行が金って持っているものなんでしょうか、はいはい、あのこれももちろんあの推定でしかありえないんですけど、はい、あの私どもの推定ではです、ね、約17%。 ですのであのいわゆる宝飾品の次に多い宝飾品が大体50%近くあるんですね、うん、でその次が中央銀行の保有でその後がですねいわゆる地金コインですね民間に保有されているものあるいは金の ETF の裏付けになっている金の現物ですねこういうものが15%ぐらいですかねはい。でその他にいわゆる産業用の えー、金っていうのはありましてこれは皆さんがお持ちになっているパソコンとか携帯電話の中にある、まあ、金属使われている例えば回路電子回路を書くあの用として使われている金属でありますあるいは歯医者さんで使われている昔よくま、ねはい、金もでてられましたが <laughs>、はい、これはあの減ってきてますやっぱりあのこれだけあの、えー、値段価格が上がってくるとですねさすがにす 使いにくいということでですね、いわゆるその製造業の皆様も代替材料を探し始めていますので、産業の需要というのは実はパーセンテージとしては減ってきているんですね。ただ投資需要は非常に上がっているということで、全体の需要としては実はリーマンショック,前ョックの前はですね、全総需要が3000トン台だったんですね。今も4000トンの後半で動いておりますので。 15年ぐらいですかね、15年ぐらいで,で、ね、1000トン以上底上げされている、そうすると、この十数年で1000トン以上、年間需要が増えてきている一方で、産出量というのはそこまでも増えてきていないとするのであれば、大体年間3000トンを少し上回るぐらいじゃないですか。そ、はいはい、そうしますとのの差の部分はどこから はい、あの非常に長いスパンで見ていただくとあの金の供給っていうのはじゃあ3分の2っていうのは鉱山からの新規の産出なんですね金のあと3分の1っていうのはリサイクルなんですねでその今ご指摘ありましたように金の新規生産量っていうのはあの年にそうですね平均数12%しかやっぱり増えてないんですね でえーまあ、そういった意味ではあの最近では例えば大きな鉱脈が見つかったとか大きな鉱山がオープンしたとかそういう話もないのでもう本当にあのささやかな形で増えておりますで一方あのリサイクルに関してはです、ね、これ値段が上がるとリサイクルが出てきて値段が低いとですねリサイクルの量が減るっていう、まあ、そういうような傾向にありましてこれがいわゆるその金の供給の まあバランサーと言いますかね、はい、ここであの違いを吸収して、えー、供給が問題なく回っております、はい、まあそのえ話を、一番最初の中央銀行について、一0トンという話がありましたけれど、はい。これ、実際、中央銀行の皆様は、どこで金を買うんでしょうか、はいはいはい、そうですね、はい、これも実は私どものアンケート調査にありましてです、ね、上銀行に対しての調査にありまして。あの 多くの場合はですねやはりあの、えー、目立たない形でですねやっぱりあの特にヨーロッパの市場で買っておりますであとは直接地方銀行同士で取引をしたり、えー、しております、えー、ただ具体的にどのマーケットでどういう形でやってるのかっていうのは詳細は彼らはリスクローズしてないので、えー、それ以上の、えー、ことはちょっと申し上げにくい状況なんですね。はい、ありがとうございます それではあの今、金というのは鉱山からの産出は12%しか増えないというような中で実際には例えばかつては南アフリカで露天掘りしていたようなところもどんどん掘っていくうちに、はい、すごくまで、はい奥底までこう要はコストがどんどん採掘コストが上がっていくし。はいはいはい 逆にもうそこはだんだん変えてきてで別の鉱山を探さなければいけないと実際に人件費も今、全体的に上がってきていますしエネルギーコストも上がっていってますしやっぱり産出コストって,随分と上昇して,きているものなんででしょうかそうかそすねあのいくつか要因があって今あの一つ目はです、ね、今おっしゃったように金を掘るにあたって特に新しい鉱山においては昔よりも深く掘らないといけない。 でえー、最新の鉱山ではですね場所によってはもう 3,000m 掘らないと取れないんですね。で,でこれも例えば1トンあたり、えー、鉱石っていうのがありまして金のこれ1トンあたり数グラムしか金が取れないんですね。ですから、えー、こう深くなるほどですねこの石を上げないといけないんですのでこのコストが非常にかかるということとあとは。 深く掘るるほどやっぱり気温が上が上んですねあるいは、えー、その流水といいますか水が溢れるというリスクが高くなってこれを処理しないといけない、まあ、そういうコストも上がってきてるのとあともう一つはここ、えー、12年におけるインフレですよねインフレでも人件費も上がってきておりますので実はあの昨年末の、えー、鉱山生産の平均生産コストっていうのは過去最高です なんですね。でこれは一オンスあたり1,300を超える1,300ドルユーニを有利超えるレベルに達しております。でただしですね、えー、まあ現在の金価格っていうのは1,1オンスあたり1,900ドルを超えておりますので、まあそういった意味ではですね、鉱山会社の経営に影響あるわけではないですね。まだあの健全な、えー、例えば営業利益を あるるいは最終利益を確保でできている状況ですね。ただここまで上がってくるとですねやはり古い鉱山の一部やっぱりコスト割れしているところがあって、えーまあ、あの一部の推測ではですね今のコストのままにいくと、まあ、10%まではいかないしてもあの、えー、それに、えー、近いような数字の、えー、鉱山ですね、えー、これがあのコスト割れしている可能性があると。 ただ多くの鉱山会社はたくさん世界各地でたくさんの鉱山を持っていますので会社全体で見たときには基本的には経営的には問題ないとそういう状況ですのでまだ供給を心配するような状況にないということでありますありがとうございます本日はさまざまな今までいただいた質問を中心に森田様にお答えいただきました。本日も最後まままでごご視聴いいただきましてありがとうございます ワールドゴールド関数の森田様、どうも、今回も最後まで、お付き合いいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございました。